東京五輪、看護師500人に報酬なし報道に、中抜きどころか、全抜きですかい？がネットで話題。内容はこちら。東京五輪で、看護師500人に報酬なし報道に、疑問の声が殺到しているようです。では、肉欲帰国さんのツイートより、内容を見てみましょう。肉欲企画。これマジ。中抜きどころか、全抜きですかい？たまげたな。リスクを抱える看護師が無報酬というのは、ちょっと厳しくないですか？では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。ボランティアなら労基法の対象外だから、長時間労働とかやりたい放題ですね。これは拒否していい案件でしょう。これやと看護師さんって国の奴隷やん。これ画像じゃないの。もしこの報道が真実ならば、看護師は誰も参加しないでしょうね。次はこちら。確信を持って言うけど、団体に払われる給料分の金が看護師に行くまでに半分以下になってると思う。いや、来てくれた本人に払ってあげようや。中抜きされるって。アプリもそうだったじゃん。日本社会の中抜きにはもううんざりですよ。次はこちら。は、意味わからんけど何考えてるの？こんなのばかり。やっぱりボラハラ。ボランティアハラスメント。これはそう言われても仕方ないですよね。最後はこちら。最初からボランティアでと言ってましたからね。さすがにやばい。そろそろ日本も金がないのか。しかし看護師は新型コロナ感染のリスクも高く大変な仕事ですからね。さすがに無給はおかしいと思いますよ。結論。今回の報道がもしも真実であるのなら、その方針は明らかに間違っていると思います。東京五輪で看護師は必要不可欠な存在です。看護師は新型コロナ感染という大きなリスクを背負って行う大変な仕事です。だからこそ、看護師には報酬が必要だと思います。しかし東京五輪、中止になれば3500億円が税金から支払われるなどの情報も出てくるなど、なんだか暗雲が立ち込めてますよね。どうなるのでしょう。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。